お疲れちゃんすらです。今日はですね、メガドラフトトラゲーやっていきます。というわけで、あと6勝ぐらいでね、はい、5か6で展開いけるのでやりたいなと思います。まあコツとかはね、あ、出た、これなんかバグで落ちるんですよね。今謎のバグがあるんで、はい、詳しく見ようとしたり報酬受け取ろうとすると落ちるバグがあるねん。おい、ちゅうわけで、まああと6勝ぐらいでさえやっていこうかな。で、まあコツとかはね、正直わかんないんですけど、まあある程度俺の思ってることとか、いつもよりちょっと口に出して喋りながらね、やっていければなと思います。まあ今月ずっとね、メガドラフトなんでね、コツで、はい、まず施設がちょっと強そう、中型呪文がライトニングしかないんで、大きいのライトがさ、取りたい、ライト取りたい、ライト取りたい、大体やなめでしょ。で、文句最強です、俺の中で。文句あって文句取らないのはね、本当に異次元領域というか、まあなんでってなる、俺的に。なんで文句は取ります、はい、文句取ります。文句取っとけばアチャクイにも勝てるし、ウィザードとかベビドラとか、もうその辺全部勝て、まあ30種とかにも勝てまるんで、で、陸の受けもできて、はい。なんで、あとは逆にボムも欲しいですね、これ。ライト取ったんで、相手に中型呪文が入ってこない。フリーズだと溶かせないんでね。だからこそ、まあ何でも硬いやつが強い。HP がぼっちぼっちある系は強いんで、ウィザード、ベビドラ、まあそれこそ30種とかも強いね。ハンターボム、まあ何でも強いかなっていうので、まあ一旦安牌ボムを取ろう。で、その次に相手のミニペッカゴブリンに対してちょっと強いやつを取っていきたいね。まあギャングとか欲しいけど矢もあるしなっていうので、まあファイスピを取ろうかな。ファイスピ取って、あとは後で考えると。で、攻めカードが、まあ、バルーンホグ、ロイホグ、ドリル豊富ではある。ね、エレジャイもちょっといいんだけど、ミニペ嫌ですしね。まあ、ホグが結構安牌な感じにはなっていきそう。施設オリーモンあったんか。まあ、バルーンホグ。まあ、ホグめっちゃ取りたいな。ハンターでしょ。ライトで飛ばせばいいんだね。これマジ、ウィザードとか結構最強ですけどね。なんか、最強じゃね？ウィザード最強な気がするんで、取っちゃおう。普段は取んないんですけど、相手の呪文がね、ヤタル雪ザップとかしかないんで、これもう、取り得かなと。ちょっと暇なんでね。まあ、ニコス呪文を取った方がいいんで、まあ、タルか雪か、タル取っとくか。だいぶ安牌なデッキになったぞ。ロイホグよりはホグかな。まあ、ホグ30石とかでもいいね。残り2枚。ぶっちゃけ。強そうだけど。ドリル取っていく。なんで、ドリルに対して強いカードが俺ねえな。スケブギャングも矢で行かれちゃうんで、まあ取るならベビドラとか、まあなんなら取らないとかもあるね。うん。さあ、コウモリ取られるけど、そんな痛くない。これもうホグ30石でいいね。ホグ30石行こう。さあ、で、これに対して相手はね、どうすんのって話なんですけど、まあ何取られても大丈夫かな。まあ今回やっぱね、中型呪文が1枚しかなかった、ライトしかなかった。その、まあライト、ファイブポイズン、クエイクとかで考えるとね、フリーストロキはね、俺の中で結構論外の位置にいます。はい。まあ、言い過ぎかもしんないんですけど、俺はあんま取んないですね。取ったことないんで。って感じかな。まあ、ライト、ファイブ、ポイズン、クエイク。その辺の中型呪文が1枚しかなかったら、取っといた方がいいですね。さあ、ホグ飛ばすか。ゴブリン抜けねえし。ワンチャン。さあ、あれは、ウィザードで頑張るか。文句欲しかったな。で、相手の攻めカードなんだっけ？あれか、ドリルか。ドリルは、まあ、ボムでも受けれるな。ボムか、モンクファイスとか、それこそウィザードとかでも受けれる。まあなんか、これはもうね、このピックの時点で勝ってる気がする。さあ、これだけで正直終わる話。終わってくれ。さあ、微妙に。いて。いや、なんかこのゴブリンのダメージ結構痛いんですよ。これハンターだったらライト打っちゃおうと思ってるの。
微妙なホグしてんのかな。間のゴブリン攻めやだな。ダックプリミニペなんでね、ちょっと受けがね、ウィザードで頑張らんといけない。もったいない気もするが、固まってこのウィザードであのダックプリをできるだけしばきたい。これ延命したらちょっとうざそう。さあ、いやウィザードウィザードどうだ、結果いいのかわかんねえけど悪くはなさそう。さあ、まあ後半入れば俺のスリーマスケッティアですよ。こいつ無双だと思うんで、三子出して文句出してホグ飛ばしてグッドゲームが理想かな。ホグ飛ばしてからにするか。ホグ飛ばしてここに対して2つ溶かして、まあ、これを三重して回収しつつこのまま攻めていく。これ一発入りそうだな。うっ、うおー危ね。ちょ、真正面に置いて耐えたきょう。で、まあ、ここは、まあ、ダックプリ、何があるの？ダックプリ？ドリル防衛的な？いやー、ダックプリで受けるから攻めてくると。さあ、いい判断ですね。なんか、今のとこなんか怪しいな。まあ、ちょっとこれ、またホグ飛ばして、三子展開して、一発、これだけで強いかも。いや、ウィザードちょっと強いぞ。マジ、どんなゴミカードでもメガドラフトだと輝くことができる気がくる。それは素敵。いや、これちょっと一回捨てようかな。文句言ってよかったか。言ってよかった気もするが。さあ、拾う。飛ばしとく。マジ、この辺も適当だから。反射する。意外とタルババもファイスピンもウィザードも全部これドリルに強いから、まあドリルロイフグとかその辺に強くしてたんでいいっすね。お前はダメだぞ。さあ、まあもう守れば勝ちなんでのんびりいくか。ウィザードが強い時か。なんだろうね、たまに化けんの。まあでも呪文ベースにやっぱ考えるつつね、ファイボとかがある状況だったらザッピーとか取んないしみたいな。逆にこっちがファイボとか取ったらね、取るかもしれないしみたいな。ここはもうライト、この自分の真下に打ちます。いやー、めちゃくちゃいいライトニング。さあ、ぶっ刺さって勝っていく。よしよしよし。まずはね、呪文見るかな。呪文と施設かな。まあ、呪文見てだね。ライト5あんのか。で、ライトがあったら、まあ、何が強い、何が弱いみたいな。あと、文句ですね。一旦文句。じゃ、もう一回行こう。どんどん行こう。そう、呪文っぽいライト今回ある。ってことは何でもあるけど、バレルに対してがないよね、みたいな。まあ、一旦これ考えながら文句を取ります、俺は。文句あるんで。しかも、あっち組もいるんで。最強っすね。で、ドリルがあるんで、結構ドリルも強いと思ってます。ドリルを取りたい、かつ、まあ、最後取られてもいいように、ドリル、ロイホグ、ホグ、まあ、陸なんで、陸に強い系の呪文も取りたいなって感じかな。ポイズアップ取られた。ポイズアップ取られた。ザップ取られたんで、まあ、普通に考えて縦線とかゴブリンがいいよね。まあ、縦線かな。縦線取って、ロイジャイもいる。もう陸っすね。陸をどんだけメタれるかの戦争になる。これムートも取れるな。さすがにこれ相手がライト取ると、お前バカだと思うんで、ライトに弱いムートっすね。はい。俺はライトニングユキとか取りたいかな。で、空を取ってくると。あー、なんで、まあまあ、別にいいな。じゃ、空に攻撃できるやつ欲しいね。まあ、ロケ砲、ちょっと良さそうだな。ザップ持ってんで、槍は論外だけど、対空欲しいな。まあ、ロケホ取って、ライトニングはどうせ取る。どうせ取るかな。まあ、ロイジャイライト、ホグライト、ホグクエイクでもいいのか、正直。なんで、ユキから取っとくか。先にユキ取って、防衛施設は、大砲取りたいけど、ホグ取ってきたんで、トルネでもいいかなと思ってます。
まあペッカいるし、インフェも強そうだな。インフェも強そう。バレルも普通に強い。まあインフェ取ってみるか。インフェでこれはもうゴブリンバレルでいいんじゃないかっていう俺が今っさい。まあ一旦バレル取って最後の1枚、いや、まあクエイクとかライトアンパイ取っとくか。まあクエイクでもよかったっすね、正直。どっちでもいいかな。で、これ残り1枚は、まあドリルでも、まあロイジャイでもバレルでも、まあ攻めなら何でもいいかなって感じですね。さあ、バレル取られたんで、俺はドリル取りたいっすね。まあドリル取られるとまた話が変わってくる。ギャング。まあ、アンパイっすよね。ドリル。ロイホグ。まあキョスケ、ロイジャイ。ロイジャイもちょっとありなんですけどね。マイティが嫌なんで。さあドリル。いやマジで、果たしてこれが正解なのかわかんないんですけど、勝てば正解なんで、まあ、正解だってことにさせればいい。勝ってね。まあ、腐るカードは取らないってやつですよね。とりあえず、まあ、腐ったとしても、その、多少活躍はできるよね、みたいなカードを取る。コウモリとか。ザップ打たれるけど、まあザップ打たれてもみたいな、そのニコスにニコス打たれてるだけなんで大きな損がないじゃないですか。やっぱね、大活躍するかもしんないけど、そのカードのせいで負けちゃうみたいなカードを取っとくと危ないんですよね。もう安定なカードを取っとけばいい。ホグだったっけ、俺の相手ホグか。ホグ取ってたな。ペッカホグでしたね。はい。まあ、俺はもう、こっからぶっちが守っとけば、ポイ削りか。ドリル雪玉とかで、ある程度削れると思うんだけど、ペッカ普通に嫌だな。ペッカターン、ペッカターン、ペッカペッカターンで、ポイがあるでしょ？ポイやんの嫌だね。ポイズン強いっすよね。俺結構ライト派ですけど。暇すぎて雪玉打ってベビドラ送らせす。こっち来んな。あ、やべえそれ。あー、いや、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい攻めされてる。いや、これムート残るの熱い。本当に残る？いや、残る。熱いんで行ってあげて。まあでも綺麗なギャングが来るか。いや、ムートがさあ地味にちょっかい出して、まあ、地味であれがこのダメージも大事になってくる。さあインフェね、これやり込む、多分ね射程長いから危ないんですよね。はみ出る。いや、これどうされたのちょっと渋いかな。でゴブリンバレル危ないですね。ビブドラとゴブリンバレルね、気ぃつけなきゃ。ドリル雪が強いんですけど、あー、いや、ぽい2周か。ちょっと嫌っすね。あれ？怪しいな、これ。これ行った方がいい。許容できそう。男の許容。実戦目だけ。攻めだけ考えて、さあ許容して、達成ぶつかって、OK。いや、ロギョンもいいね。いや、まあ、最後無視したのはいい判断でしたね。ロケ砲ね。ロケ砲もちょっと強いな。柳雨とかないと。さあ、あと3勝ぐらいか。3勝4勝で展開。まあ、クエイクライト。個人的にデリバリー結構強いと思ってて、まあ、今回アチャクいない時の文句なんで、しかも文句に対して、エレキ、ザッピー、インドラとかが強いんで、まあ、そう考えたら文句を絶対取んないといけないっていう場面ではないと思ってます。はい。まあでも、ライト取りたいな。で、クエイク取られても、結局ゴブリンの檻があって強いんで、
まあモンクライト取っとこうかな。まあ、ザッピー取られてもまあ別に全然悪くないって感じかな。そうっすね、デリバリーあるし、まあタルババムートその辺で受ければいいかなっていう判断ですね。エレキちょっと取りたいな。エレキ持っとかないとまたビビドラ無双がねある。でディガーか、ディガー受け用のスケかアイスピか、悩む。ドリル、ジャイ、スケバレッショ、まあマイティのリセットもあるしアイスピにしよう。であとはニコスてか、まあ低呪文と施設を取るかどうか、相手がまあクエイクの可能性あるんで取っても最後に降りとか。あ、デリ取られたの嫌っすね。デリアか、ワンチョルクエイク取る未来も見えるね。まあ樽は取っといた方がよくて、最後の攻めを何にするかなんですけど、まあ空はないんで一旦あと降り取るって。マジ相手メガナイトディガー削りあるな。これ俺メガナイト取っていいっすね。メガナイト取ってプラスアルファの攻めを取ればいいんだ。ドリルクエイクとか、いや、やべえから、これエレキ取りたいっすね。エレキ取ってもう一個攻め欲しいな。いやロイホグちょっと刺さりそうだけどな、スケバレない。もうドリルか、ドリルかロイホグか、工場場もないな。いやでもスケブ強いんですよね相手の。スケバレか、これスケバレっすね。スケバレの落下ダメと文句の反射で勝つ。いや怪しいかな。いや相手クエイクもね取りたくても取りにくいし、攻めも全部刺さらんぞ俺には。何で来るこれ結構相手積んでるぞ、悩んでるぞ。さあバルキリー、まあ相手もディガーで削れるんで守ろうぜっていう魂胆ですね。なんで相手の削りがディガーだけなんで、俺はできるだけディガーを拾う、そこのダメージを抑えていくっていうのが大事になるっすね。この時点で今回の試合を通して俺の負け筋はダメージ受けること、受けなければ勝てるっていうのがもうプランにあるんで。あーこれでもこのなんかカードサイクルやべえな、深淵隊来て終わりそう、来そうだし、よかったー来なくて。まあヤデリね、施設ないし一旦飛ばして、深淵隊にはまあムーとメガナイトがちょっと強いよね。さあヤナミ使ってくる、文句固まればよかったね。いやーこれは遅れてエレキで拾ってもよかったけど、この拾えないのちょっと痛いっすね。まあ終盤は俺ライト削りもあるんで、まあ守ってライト削り、さあこれちょっとうざいんじゃない。マイティバカで綺麗に防衛されるかな、しない。さあマイティにはエレキが優秀ですよと、支援でレベル10だ、これはチャンスだ。さあまあムートちょっと支援隊に使いたいな。さあで文句合わして、だからまあこういうのがよくあるっすよね、お互い削れないみたいな。さっきから一生ウーラー、このギャング美味しいな。スケバレの落下レベル美味しい、これギャング使ったっしょ。ああそれがあるのか、文句反射しとくか、せっかくなら。ジコレジコレジコレ、いやここでマイティ削れんのでか。このエリキは正直ねあんまり価値がない。にゃっ、もう悪くはない。最低新兵艇持ってるけど出てこねえな、俺のメガナイトにちょっとビビってるみたいな。D がさっきから裏だ、ここはい 100% 裏です今んとこ。まあ、8枚目がね、ちょっと見えるけどね。する必要もなさそう。
さ、ここはちょっと1コスで回してムートを召喚して拾いたいね。やっぱこのディガーのダメージだけなんだよね俺の負けるプランは。ここさえ押さえて、まあ、あと無理もしないと。でアイスピがねやっぱね大事。イジコス持ってるだけでこれ自分の出したいカードいっぱい出せるんだね。さあ真ん中寄せて、ダメージ抑えて俺もこのまま逃げ切りたい。めちゃめちゃ陰キャしてる。引きこもって勝つ。正々堂々とかいらない。俺は引きこもりたい。やりこぶ強えな。マジ本当に泥試合だけどこういうもんっすよ。マジ暇すぎてあれだが、急に攻め出す男。さあ両サイ、あこのディガーは無視っすね。このずっと守ってきたけどここに関しては無視して攻めていいやつですね。なぜなら相手が守るコストがないので攻めのディガー使うとね、ここは攻めてあげてもう一発 KO ですね。はい、オッケーオッケーオッケー。いや、ムート強いですね。ライトニングない、相手に文句ないとき。よく取ってます。さあ、残り3か2ですね。最後。おー、なんか、レイジ、ライトニング5。まあ、両方あんのか。タルババ、ゴブリンブレルないし、バルーンもあるんで、今回タルババとかに専念する必要もないと。まあ、一旦文句取りたいな。アイスピも欲しいね。相手がライト取ってきたんで、今回、まあ文句取るんですけど、別にムートが最強ってわけではない。ライトで壊されるんでね。まあ、文句取って、クエイク。で、施設は、まあ、そうだね。檻もライトで撃たれるかな。まあ、縦線とか、この矢の雨ないんで、縦線強いね。アイスピも強いね。取っとく。縦線アイスピで全部立系は守りたい。で、バルーンに対して強いのが、まあ、吹き矢もちょっと強いね。なぜなら、ファイボライト。で、これ相手がファイボを取るの薄いっしょ。矢波もってもないんで、吹き矢ちょっと強い。ああ、縦線取られたっすね。まあ、吹き矢ゴブリンとかありですね。吹き矢ゴブリン取って、いや、ボンバーあるからな。まあ、でもゴブリンは取っといた方がいい気がするんですよね。ディガーの受けにもなるし。一撃しつつ、まあ、ディガー、ゴースト。いや、俺これ何で攻めようかな。ゴルナイ、あー、エレジャイドリーム、めちゃめちゃ来そうやんって顔してるよね。あー、これ、俺がエレジャイ取るプランもあるな、取られなかったら。ちょ、マジで暇なんでレイジ取ります。個人的にレイジちょっと好きなんでね。まあ施設は一旦取っといて損はない。ゴルナイ取っとくか。ゴルナイじゃねえ、檻どうしようかな。あーディガーで、あーバルーンでもあんのね。対空ねえなこれ。まあでもエリシャイちょっと取りてえな。施設取んない、最後に取るプランも来るか。うわー、なんか完成されてんな。ムートでエレジャイかな。ムートでエレジャイで復帰屋で頑張る。一旦エレジャイ取って、いや、バルーン取られた時のことを考えて、ファイボにしといてもいい気がするんだよな。うん。復帰屋ファイボ、説あるな、これ。ファイボにします。さあ、いや、これ、マジピック下手か。いや、なんか
いや、わかんねえっすよね、結局。これ、正解だって、100正解なわけじゃないじゃないですか、こんなデッキ多分。まあでも、そんな立ち回りでいくらでも変わるわけじゃないですか。いや、わかんねえよ。あ、それずる。まあでも、低コストいっぱい取っておくと、黒も対応しやすいですからね。で、今回の相手は、何だったっけ、ディガー削りか。攻めカード持ってたっけ。いや、美味しい。あれ、ディガーライトで最後大砲取ったもんね。あ、攻めカードマジディガーだけなんで、これもまた同じで、いかにディガー拾えるか。で、呪文がライトニングだけ、ライトタルでしたね。エルジャイ出して、まあ、インドラにちょっと弱いぐらいですね。エリジャイ、まあ暇なんで出すけど。いや、これ自陣で相手のインドを対応できるのめちゃくちゃ熱いぞ。さあ、で樽来たら延命したいな。ワンチャン大砲甘えた位置に置かねえか。あ、いい位置。まあまあまあ、これは序盤なんだね。こんなゴブリンはみ出てはみ出てはみ出てらっしゃい。で、檻はぶっちゃけ使う時ないんで、ゴーストにいっぱい使ってあげて。よしよしよし。これは島行っても、インドラがね、ちょっと強いんでね、レジャイに取れないと。いやー、意外と悪くない。まあ、レイヒシは、レイシマジ適当だなんでね。カード回し。なんで？お前バカ。今だバカです。拾わしてくれよ。さあ、まあタイブレイクっすね、マジ。うわー、気持ちよすぎ。え、それ使った。あ、これもラッシュ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 。エリージー、あ、諦めた。はい、いや、マジ文句で勝っていく。急に来たわ。急にぎだね。まあでもやっぱ低コストで回してチャンスぎたら行くだけ。文句でワンチャン掴んでく。マジ最強だと思うな。困ったら文句でいいと思うな。さあ、あと1勝か。これで、2勝か。どっちだ。今レベル10なんでラスト2っすね。メガドラフトだと1試合ちょっと長いよな。最大マジ7分ぐらい。ね。そう。ノーキンちゃん。ドラフト勝てない。頑張れ。応援はしてる。さあ、ライトニングレイジャー。ああ、文句。いや、そうなんですよ。文句が最強なんで、文句やっぱ取るんですよね。そうなんですよ。文句最強なんで。まあでもやっぱライトニング最強だと思ってんだよな。ファイボも強い。これ、縦線も強いね。なぜなら矢の雨がないから、ポイズンもないから。今ライト取らなかったのは、ハイボもちょっと強いなと思ってて、まあ、ハイボでもライトでもどっちでもいいかなっていうので、相手が取った逆取るぐらい。まあ、ファイボと、ちょっとドリル寄せていきたいね、俺は。まあ、ゴブガイもちょっといいな。なんか、ライトニングでゴブガイ打ってもさ、ちょっと気持ち損した気分になるから。ゴブガイにした。ゴルナイないし。ウッドもないし。スケキン取るか悩むね。
これゴブリンバレル、ウォールブレイカー強くね。あれ今気づいた。ああ相手も気づいてた。まあギャングでハンターでもよかったか。うん、まあスケキンホグとか微妙かな。スケキンホグちょっとよくない。まあライドラネクロ用にライあれデリバリーも取ってよかったな。レイジなんで取った俺。うん、いやデリ取って良さそう。相手攻めなんでするんだろうな。うん、いや俺デリでもうドリル削りでいい気がして、ドリルファイボで、ドリルファイボで削っとくよくねって考えなんですけど、はい。さあヘンテコデッキですけど、エンテコデッキだけど何が嫌だろう。うーん、わかんな。さあラーム取られる。まあトリトンもあるんでそこはなんとかなるかなっていう問題は。ゴブリンバレルが安ね。困ったらファイブボーイもしよう。攻めドリル強いで、ケツトリトンはしてよかったっけ。多分レイジでいいんですけどね。確実にね、一旦ね。普段レイジあんま使わねえからさ。まあ、ゴブ小屋でもいいんだけど、ちょっとね、ダメージリード取っていかないと、気持ち的に余裕がなくなっちゃうんでね。ああ、今俺は勝っている。なら大丈夫。このまま試合終わっても俺の勝ち。っていう、この、気持ち的に、俺は今相手より56のダメージをリードしている。あー、でか。いや、マジ、気持ちよね、クラロワなんて。知らんけど。さあ。ああ、それ嫌だな。なんとなく逆サイで、こっちにレイジ。ああ、浮いてる受けが少なそう。ザップ使ってたもんな。よし、でかい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 。いや、なんかね、レイジ、ドラフトめっちゃ強いと思ってて。ウッドもそれは強いんだけどね。俺ヤナメとかほんまあんま取ったことないかもしんない。ウッドかタルババかレイジみたいなのとかある。まあタクにもよるんですけどね。レイジはなんかサプライズで意外といつでも使える万能カードだと勝手に思ってる。さあこの一種のライドラやだな。いつもこの辺にホバとかライドラ残っとるやん。あんたらずるやん。マジで一生飛んどるやつ。さあ受けないんで飛ばしといてレイジかますだけで、相手のこれタワーにもダメージ。ああレイジのなんか位置が悪い。いやマジゴムリン強いや、レイジが強いんですよほんまに。これ釣れんのかな。あー釣れねえわ。ライトニング来るかな。ザップか。あーいいザップですね。まあでもザップ使ったよね。怒りのカウンターラッシュ。でこのスケを処理しつつ、はみ出たゴブリンがレイジに乗ってもらって、いやーマジでやりごゴブがちょっと強えな。ゴブがいいな。まあここは落とされなかったらいいんだよ。落ちない防衛して、さあレイジで落としてグッドゲームですね。いやマジでな、メガドラフト、メガドラフトわかんねえ。わかんねえな。なんとなくだから、まあでも呪文が結構重要なのは間違いないと思うな。呪文がね。呪文がこれだからこれが強い。呪文がこれがないからこれが、で、マジ呪文をメインに考えてる気がします。はい。呪文から連鎖してね、枝分かれして考えます。はい。呪文。クエイクレイジってことは中型スペルがないんで、硬いのは強い。アイスイズかフェニックスかそういうのは強い。で、アチャクイもいない。あ、ウィズ、ファルチョも強いぞ、これ。あ、だから文句を取られるとだるいねん。ですね。文句取ってファルチョ取ってしまえば無双できるんですよ。だからこれはちょっと相手が、まあ、分かってますね、と。
で、だからまあこれに対して有効なのはフェニフェニのフェニーですよ。で、フェニフェニのフェニーからの中型呪文ないんで、トリトンも強いんだよ。トリトン。はい。これトリトン取ろうかな。今回、ラバなんで、その、ラバ以外に対してはウッドが最強なんで、ウッド取ります。はい。これで相手がラバで組んできたら、まあ、他でカバーすればいいやって話なんで。あと欲しいのはトリトンと、呪文は別にクエイクでもレイジでもユキでも何でもいいかなっていう。いやでもクエイクちょっと欲しかったなぁ。あーマジで。もうラバの香りちょっと見せてくんのだるいやん。むず。まあ、ディガー用にトリトンスケか、LSP どっちがいいかな。ホグ、ロイホグスケラッショ、まあ、スケでいいか。スケ取って。攻めを最後どうするかですよね。ホグ、レイジなんで、まあ、ロイホグレイジとか。あー、だるい。だるい、それ。ちょっと待って、いや、ゴルナイだな。スパイに対してゴルナイ強いからね。ゴルナイともう一個何にしよう。クエイクしよう相手。LSP?ロイホグに強いカード俺が持ってきたいな。いやわかんねえな。アイスイズ一旦持っとこう。いやマジでわかんねえこれは。攻めカード何にしよう。わあじゃうわドチンパン完成するやん。えテンプレみたいなデッキ相手作るやん。いやーババ欲しい。いや LSP 持っとこうかな。からの最後にいロイホグかロイジェイか。おラバ、いやラバちょっと今見えたな相手の長いから。ラバでもよかった。わあまあいや相手で完成されてる。俺のプランは1コスで高回転で回してフェニックスで一生空から食うプラン。ザップ来る？おい入れさせねえよ。いやこれ形組まれたらやべえな普通に。まあでも勝ってもいいんだよ別に。クラロワって。はい、これ多分セーパーしといた方がいいですね後半に向けて。そうこういう、強っ。ジャイミニペイウィザードこれで完成する人いるんだマジで。リクゲなくね相手。俺の記憶が正しければ。うい文句、いいやついた。セーパーしたい。ランダー普通に強いんだよ。いいね。まあセーパーでダメージ稼いで、いやこれグッドゲーバーちょっと舐め腐ってんな。勝ったと思ってんだろあいつ。トリトン3匹ぐらいで遊んでやるからな俺が。いやー相手のピックはでもうまいね。なんか普通じゃないじゃんやっぱ。綺麗なザップが来んのかできんのかタイミングよく。はいキング来た。でかすぎ。フェニックスは延命しろ。ウィザードがいないサイクル対空ねえぞ。知ってるぞ。で今度セパって、いやーちょっときついんじゃない。おお引っ張ってアイスイズのスローも入って、よし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 。でこれウィザード来るんで引っ張りに行きます。うーいでウッドでしばいて、あははこれアイスイズだ。そこで仕留める。はいスパーキーがね強いと思ったんでしょうけどスパーキー出せません。よし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 。これがまあ高回転の強みみたいなね。自分の中でやっぱプランを決めるといいかもね。俺の中ではもうフェニックスゲーよしよしよし。さあグッドゲームですね。いやこの勝ち方気持ちいいね。なんか自分のこうやりたいようにできたね。
はい、勝ちなので、さあこれで展開ね到達したんじゃないかなと。おめでとうございます、勝ち上がパパスポーツレールグラ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 です。おー、さあというわけでメガドラフト上率 100% でしたね。でかっ。はい、というわけで、まあなんか気になったこととか、なんか質問したいこととかあればね、はい、またコメント欄で、はい、お願いします。動画の最初とかにもね、はい、そういうの答えれたらいいかなと思います。まあ僕のドラフト参考なんかわかんないですけど、はい、よければねちょっと呪文を中心にね考えてやってみてください。ではおつかちゃんでした。またねー。